しかしうちの庭場を荒らしたのは向こうです。向こうが手を引かない限り手打ちなんて考えられません。ここでこっちが喧嘩を始めたとなりゃ当然本家だって黙ってられねえんだろ。ひょっとしたらそいつらが弾いたのかもしれませんね。こっちも喧嘩に関わらないようにしておきます。で、お前さんこの喧嘩まだ続けるつもりかい？相手が敵やとはいえそうはすんなりいくとは思ってなかったが、そうなったらなかなか捜査は終わらないね。どうしたもんかね。聞くまでもねえだろ。とことんぶちかませ。